좋다.コロナで日サロに行けないので自家製日焼けマシンを買って日焼けしてます。というのは全くの嘘で、今日は板金用の、パテのコーナーです。 UV パテといって、なんか紫外線を当てると速攻で乾いて溶けるという画期的なパテを、昔の仕事で付き合ってた、男がいるんですけど、そいつから連絡があってちょっと面白そうなんで今日は実験します。 パテじゃないのそれ。ピンクっぽいのの下にあるのもパテじゃないそれ。 いや、鉄板？いや、ここ FRP だ。こっち側の、ここの色はそんなんでどうやって直しますって話になってくるんだけど。 合わない。なんだっけ、紫外線じゃなくて。橋こう、下に、橋の下に、見える下に。すごいわ。めっちゃ下のじゃんかよ。やばい下のことだ。熱い。熱い。もういいの？ もういいです。触れます。もう乾いたの？表面のタックは残ってますけど。何タックってなんだ。ベタベタ。でも押したら硬いですね。本当だ、硬い。表面のベタベタはわずかに残して、もう一回かけてみる。ああ、そういうことね。今何秒やった？5秒ぐらい。5秒照射で固まるの。そう。すごいじゃん。 結構何回も。なんでそれ UV で固まるの？どういう価格変化？これはね、光15回避台っていうのが入ってて、うん、光に反応してこう物を結びつかせるっていう。通常の2液のパートだとスチレンモノマーから溶剤なんで、プラス他の 化学反応をさせるものが入ってるんですけど、うん、それがこれの場合は光だけ。この密着度合いは強いの？あとものによります。例えば PP とかだと、うん、プライマリーがプライマリーがないとダメなの、うん、こういうものだったらプライマリーなくても OK なの？鉄板の素地と日本車の鉄板の素地ぐらいだったら全然。で、これは一発で乗る必要はないので。 それでもう少しやれば麺が出ちゃうっていうわけね。ある程度は出しちゃう。もう少し盛れば。はい、また来ました。かしこをね。かしって可能のかに、見る目辺の、これでどんどんこれ日本製？そう。日本製なの？日本製で僕が作った。誰が？僕が作った。お前が作ったの？そうっすよ。なんでこれを？そうっすよ。感度が作ったの？そう。天才じゃんお前。やれば誰でもやればあ、今湯気が出た。そういう湯気みたいなの出る。いや、めっちゃ紫外線だよこれ。シャロの中にいるのと一緒だよ。もうカチンカチン。あっちあっち。こんだけパテ持ったら普通何分待つの？水でも1時間以上待つからね。1時間待つ。まあ冬だとちょっと。でもこれをもう何回も繰り返していくんで、だからそんなに時間かかる。足して。プロじゃないんで。なんでだよお前は。いやいや。プロの前ではできないでしょ。これでね、今低いわざと低くしてるんで、ある程度のところで最後にもう1回、2回ぐらいパテを書いていけば、ここはさ、そっちから見た時の隙間を見てもらって、線と線できれいにつながれば、うん、人の目ってへこんでるよりも盛り上がってる面の方が見えなかった、うん、うん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 わかります、うん、実際に今こうやってまず大体の感覚つかむじゃないですか、うん、そしたらパテ入れちゃう。これいくらいいの？これいくらいいの？ここら辺までがへこんで、ああ、そうだよね。うん。で、そうやってで、今固めちゃったところっていうのは、こうやってもう密着しないんで、うん、例えばまあこういうところは一回足入れて。ああ、本乾きにしちゃうとダメなの。ダメ。さっきみたいにちょっと表面が、うん、うんうん。だからこういうベタついてる時に取らないと。なんでもしもうこうやってベタつきがなくなっちゃったら一回足だけ入れてあげて、そしたらもう一回パテを入れる。で今もうほぼこれであと2回3回薄くさっきみたいにパテを入れていけば面ができちゃうんで、どうかなっていう。で結局ここまでの時間が普通のパテだと最低30分以上ヒーター使ってもかかるんで、うん、みんな一気に盛りたがる。でもこれ短時間じゃないですか、数十秒、うん、でいけちゃうんで、薄盛りを何回もやって面を作った方が、うん、そしたら研がなくていいんですよ。ああ、そういうことか。普通だったらこうやって持って研いで形を作るんですけど、うん、線と線でつなぎ合わせれば、うん、ほぼ研ぐところってなくなるの、うん、なるほど、うんそこはきっと、うん、わかります。すごく、わかる？問題がこのスケールの使い方で、多分これも慣れです。研がないでいいって言われちゃうから、研がなきゃダメなんだって反抗的じゃないんだけど、そういう板金やってそういうふうに思っちゃうんだけど、その結局最終的にうまくそこが引ければ、確かに研がなくてよくなるんだろうと思う。塩気漬け、うん、でほんと薄くで一発で盛ろうっていう気は一切いらないんで、さっきみたいにですけど、でもこの段階で一発でやるつもりだよね、これちょっとね、こんな感じでもいいのかな。もうでもなんか結構平らっぽいね、それね。ここはやっぱ難しいっすよね、こっち側にないから。こっちはだから後でですよね。そこはだからここら辺だけだったらある程度いけるのかなっていう。じゃあ同じようにスケールでさっきのこれでこのままいっちゃうの。いいです。さっきの感覚多分覚えてるから。全然足んねえわ。足りないんですけど、これで、ああ、そっかそっかそっか。ってことは、その分これは多かった。薄い。あ、うんね。まあ若干はでこれで固めちゃいます。で固めると必ず収縮するんで、だいたい2、3回。はい。で、もう盛るときは大体でいいです。スケールで面出して、だからスケールで引くところの入り口に少し多めに盛っといて、でそれで引っ張ってあげればいいです。こんな端が難しいんだなっていう。なるべく均等に近い。こうなってます。これがもうほら、これ光で固まっちゃうんですよ。あ、だから固まるんだ。そう。ああ、なるほどなるほど。このいわゆる外の光で今こう固まったやつ。ああ、そっかそっかそっか。で、ここ低い。麺が出ない出ないっていうね。結局薄く塗ってるから麺を出しやすいんですよね。厚く塗っちゃうとゼロから作っていかなくちゃいけないんだけど、元の格好が残ってるから作りやすい。小さいへこみと同じになるのかなきっと。うんで徐々に徐々に重ねていけばアンダーでやっていく。全然時間短縮になる。もうめっちゃ多分本人が一番わかるんですやってる。逆に反対から多分でもいいと思います。これってでも慣れだよね。そう慣れです。あ、でもこっちからこっち引いちゃうんだ。だからそこね、縦のあれ他に気づかないように何が正しいんだって話になると、もうラインを作るっていう意味ではそこは多分低いもしつける、そこを今度削って合わせようとすると、周りを全部それをつなげてやる。高いんだよね、ここがね。だから難しくなっちゃってるの。だから逆にもうここで基準がもうほぼできちゃってるんですから、逆にここで抑えた方がいいかもしれない。こっちまであんまりここら辺で抑えちゃってたから。そのまま引いちゃえば、でそこでその面だけ作っちゃえばいいんで。それでも押さえるところもここで押さえちゃってるんで、もっとこっちか。こっちの方、それとここの影響が出ちゃうんで、ここが低くなっちゃう。わ、こう、そっか、慣れだな結局。だから今見えてる光の加減があるじゃないですか。その分だけ盛ればいいんで。もうそこはじゃあもう大体そこは作れるって言ったらパテ乗っちゃって削ってもいいです。これぐらいの面積なんですよね。だからどっちでもいいです。どっちがいいか、それをね、このポンです。わかんないけど、ここに関しては普通の縦を持った方が、普通のヘラで持った方が早いと思う。ここで慣れてくればきっとここから引けるんだろうけど、ここだからだよね。ここは引けるんだろうなっちゃう。ここはもう少し持っちゃいますから、どっちでもいいです。まあ作れますけど、ここはじゃあプロがやるとどのくらい今後やる例えば、僕は開発しているこの小さい面積でもスケール使った方が圧倒的に早いです。まだお前辞めたの何年？まだ3年。あ、もうそんななんだ辞めて。7、8年前までは電子パート作って全然畑違いの。 고구마가 말아 시고 있는데慣れれば多分、もう終わってると思います。早いかもしれない。慣れればよ。ポテのきめも細かいし、なんだ、ピンホールも開かないし、盛るからピンホール開くんですよ。盛らなければピンホール開かないです。向きとかは、考え方次第ではどの方向で引っ張ってもいいんですけど、流れに逆らわないで、ただ普通に基準を作ってください。さあ今回はですね光効果パテという、可視光線という光に当てるとあっという間に硬化して、通常のパテだと、冬なんてもう1時間以上乾かないよって言ってるものがたった5秒で乾いちゃうというこれも画期的な、作業性の良さだと思うんですけれども、一般の方はちょっとこれ馴染みがないのでよくわかんないかななんて思うんですけれども、これプロが見たらほんとよだれが出るほど欲しいパーツだと思います。ということで今日は、こういったものを紹介してきましたけれども、俺もなんかこう物を作ったりとかいろいろやってる側としてこう見るとこういうなんかこう今までこんなだったのがこんな簡単にできちゃうのみたいな、これ実に素晴らしいことなんですけれども、紹介したこいつガンドっていうんですけれども、彼が一生懸命こういうものを作って、日本全国を、伝道してるということだったので紹介してみました。これ多分ねアメリカ人大好きだと思う。うちの YouTube 見てるアメリカ人の人、これ連絡ください。もちろん概要欄に全部書いておきますので、興味ある方は是非よろしくお願いします。ということで、次回はいよいよ趣味に走るかな。って思ってますので、皆さんチャンネル登録よろしく頼むぜ。